ロシアによるウクライナ侵攻が始まって今日で1年です。岡山県に避難しているウクライナ人らが伊原木知事を訪問し、現状と支援を訴えました。現在県内にはウクライナからの避難民12人が生活していて、以前から倉敷市に住むリリア・バビーさんと避難民8人が岡山県庁を訪れました。伊原木知事に対して受け入れに対する感謝の思いを述べたほか、1年が経った今も戦争が続く現地では怪我人を手当てするための医薬品などが不足していると現状を訴えました。お金とか物だけじゃなくて、もう本当に心の中にだけでも応援してほしいです。もうその応援はとっても力になります。ウクライナのことはもう忘れないでほしい。ウクライナの皆さんがウクライナに帰ることができる日まで、岡山県とすればしっかり、避難されている方を、サポートしていく。リリアさんと避難民らは正午から倉敷市役所の前で1時間程度募金活動を行うことにしています。